今日はね、天気がすごくね、荒れ狂ってましたが、皆さん大丈夫ですかね？大丈夫でしたか？お住まいの場所は。ね、すごいニュースとかでもめっちゃ大変みたいな、なんかニュース速報とかでもなってたり、皆さん本当にね、気をつけてください。うん、気をつけるだってね。九州がすごいみたい。心配です。土砂崩れとかもうすごいですよね。皆さんが無事でありますように。お代理も気をつけて。気をつけます。今日は18月14日。あ、チンアナゴ。今日は14日。なんか私最近気づいたんです。私って麺吸えないのかなって。うん、なんか気づいちゃったんですよね。私ってまさか麺吸えないのかというね。うん、そう、ズルズルできない。なんかできるんですよ、本当はできるんですけど、なんか私はすごいズルズル吸えるんですけど、なんか唇がすごい荒れやすくて、私は普段本当唇を守りながら生きてるんですよ。唇が荒れやすいから、なんかあんま食べ物が口につかないように、唇につかないように食べるとか、あの飲み物を飲む時も唇になるべく荒れないように飲むとか。そうだから、それを気にしすぎてなんか吸い方が分かんなくなっちゃった。そう、最近そう大変なんです。私この前お蕎麦の食べた時に、そうお蕎麦食べた時に全然なんか吸えなくて、なんかあれ吸い方どんなだっけって思って、でもその時は白い服着てたから、まあ吸ったら飛ぶから遠慮してたかもしれないけど、なんかあれってなんか自分であれあれなんかズルズルズルって言わないなみたいな。そうなんか吸い方を忘れちゃって、リハビリ したいなって思いました。なんか吸うリハビリ、本当はね吸って食べれるんですよ。そう
でも本当なんか食べ物とか油とかが唇につくと本当にすぐ荒れちゃうから、痛くて唇が、だからすごい気にしすぎちゃって、だからねリハビリしたい、リハビリ、そう吸うリハビリ、麺を吸うリハビリ、うん頑張ってください、って頑張ります。今空気吸ってみて、どうですか、吸えてますか。うまい、だって、だからリハビリ頑張りますね。8月の目標だ、だって。でも8月ラーメン食べれるかな。なんかでも一時期さ、なんか麺をすすれない代わりにさ、ベロでなんかベロでクルクルして麺を食べるみたいな人がテレビでやってて、いるよねそういう人。なんかそれをね、一時期練習してた。そう、西村さんっていう方、芸能人の方で、吸わないんですけど、お蕎麦をくる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 って食べるんです。それがすごくなんかかっこいいとか珍しいなと思って、私もそれ練習しようと思って、そう、でも私その食べ方できるんですよ、もう練習で習得したから。お行儀よくないよ、そう。でもそれはしてない。だから私は吸って食べたいんです。吸って。そう、基本忘れちゃった。応用を学んじゃって基本忘れちゃったわ。皆さんもね、応用ばっかりやりすぎて基本を忘れないようにしてください。赤ちゃんからやり直さんと、だってどんだけやり直すどんだけやり直さなきゃいかん。最近てか今日はなんか最近ね、なんか YouTube で赤ちゃんの動画見すぎてね、いっぱい赤ちゃんの動画がおすすめに出て、なんか出てきた、出てくるようになった。私が最近の好きなチャンネルはゆずみつと一緒っていう、めっちゃ可愛いのマジで、ゆずみつと一緒っていうYouTube チャンネルの動画をめっちゃ見てる。マジで可愛すぎてやばい。なんか女の子と男の子の兄弟で、もうほんと可愛いのマジで。
なんかお父さんとお母さんもすごいなんか面白くて優しくて、そうでね、めっちゃ可愛いんですよマジで、その子供ちゃんが、なんかもう癒される、なんかずっと見ちゃう。TikTok でよく見る。あ、そうなんだ。TikTok か。TikTok やってないから全然わかんないや。なんか昨日あげた浴衣の写真がめっちゃみんなにいいねって言われてるような気がした。昨日ツイッターにあげた浴衣の写真、日本の誇りってきた。日本の誇り、かわいい。実在してる人、とんでもない美人だな。女神なのか、えぐかわいい。かわいいな、おい。え、めっちゃかわいいじゃんってめっちゃ来てる。めっちゃ来てるよ、うん、高評価これは。アンチコメも読まないと、だってアンチコメ来てないからね、読めません。これはひななが撮ってくれた、撮影した時に結構まあ1ヶ月ぐらい前に撮ったんだけど、この撮影でも割と最近だよね、生写真にするには。生写真ってさ、マジでいつのやつだよみたいなやつさ、なんか写真にするからさ。でもこれは確実に1ヶ月前。1ヶ月ちょっと前かな、うん、2ヶ月ぐらい前かな、2ヶ月ぐらい前かも。そうだから最近の話、ひなはなが撮ってくれた、撮ってって言って撮ってくれた。浴衣生写真欲しいだって。じゃあゲットしてください。浴衣の目だし、みんなめっちゃ可愛くて泣けるね。みんな可愛い。なんかさ、後ろにさ、なんかさあ、違う写真か。浴衣の目だし、どんなんだっけ。あの色はスタッフさん、衣装さんが選んだ。あ、なんかさ、後ろにさ、このさ、生写真、なんか後ろになんか青いピロピロあるじゃん、青いピロピロ、なんか垂れてんじゃん、なんかこういう青いピロピロが。これをね、なんかカメラマンさんじゃない違うスタッフさんがね、風でぶっ飛ばしてくれるんですけど、
すごい、それがすごい顔にね、何回もペン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 当たってね、めっちゃ楽しかった。なんか撮影しながらね、全然顔に当たってるのに、どん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 カメラマンさんもパシャパシャ撮ってるから、すいません、あのってすごい当たってくるんですけどみたいな、すごいね楽しかった、笑って。うん、そう、そのねカメラマンさんめっちゃシャッターが早いわけ、生写真の。なんか3、4人ぐらいいつもいらっしゃってくれて、生写真の撮影は。でなんか空いてるところに入ってみたいな感じでなんだけど、その浴衣の撮影の時はめっちゃ私なんかシャッターめっちゃ早いの、そのカメラマンさんもパシャ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 ぐらいで、もうそうめっちゃ早いの。だからもうなんか勝負ってそう連射マジで。でも私ポーズさ、そんな一気にさ、これいうポーズからさ、だからこういうポーズとかに変えたりしないからさ、こういうポーズからなんかこうやって大きく変えないから、私じわじわポーズ変えていくタイプだから、こういうなんかちょっとこうなんかだから、そう、その連射にも耐えうる。でカメラマンさんもなんか昔、小田ちゃん撮りやすいみたいな感じで言ってくれたから、そう、まあ、確かにそんだけ早いとこんぐらいのじわじわじゃないとついていけないよなって、じわじわのポーズじゃないと、うん、私はあのスピードについていけてるってことだなってその時思いました。誇りに思いました。あ、チンアナゴ。メール書こう今。私新しい携帯でまだね自撮りしてないんですよ。てかモバメ届いた？まだ？え、まだなの？なんでだろう。マジで写真どうしようかな。送ったかもしれない写真だけど、これにしよう。全然やばいこと書いてない。今日食べたものについて書いた。
食べたものがやばく普通のもので何食べたの？だってメールに書いたのにな。なんでなるちゃん茶色が似合うのってなるちゃんが言ってる。だってなるみはね、茶色が似合うよ。なるみは黒より茶色だよ。うん、なんでかっていうと、なんかクマあったじゃん、熊本のじゃんけん大会の3人のやつ、なんかミクさんと3人でやったやつのクマの格好がめっちゃ似合ってた。でクマのなんかなる海はなんかすごい茶色の衣装だったんですけど、ちょっと待ってね、今メール書いてるからちょっと待ってね。やばちん。まだ来てないメール、なんでだろう。送ったよね私。浴衣の生写真っていつまで受付？いつまでだ？17日のお昼まで？はい、メール送りました。はい、あ、そう、なるみはね、なんで茶色が似合うかっていうと、なんでとかわかんないけど似合うと思う。なんかクマの格好めっちゃ似合ってたし、なんかあの時さグラビアしたじゃないですか、あの3人で。なんかその時めっちゃなるみ茶髪だったんですけど、茶髪のセミロングでめっちゃ可愛かった。あの時いつも可愛いけど、なんかより可愛かった。なんか私はすごい好きだなって思った、あの茶色いなるみが。うん、そう、なんか茶色系の服着てる時可愛い、なんかすごい似合ってるって思う。うん、可愛い、茶色似合う。メール来ないのってなんでだろう。私いけないこと書いたかな。なぜでしょうか。なんでだろう。読み上げましょうか。もう謎いですね。
なんか最近メール不調ですよね。なんか私もメールある、そう、なんか取ってて、でもなんか一回ネットでさ、メール全然、そう、不具合多いと思う今めっちゃ。でもそれとメールが来ないのはちょっと関係ないかもしれないけど、うん、なんかね、メールアドレスね、ログインしようとしてもね、そのメールアドレスはね、登録していませんとか出んの。いやいや、メール来てるんですけどって思うけど、うん、そうだから私登録し直せないの、もう一生だから、それどうにかしたい。不具合、じゃあ10時10分になったらおランキング読もうかな。なんか指のさ、ダンスする人めっちゃ、なんか指ダンスが得意な、なんか指ダンスすごい人いるよね、たまに。なんかもう、なんか指でさ、ダンス表現する人。すごいんだよ。YouTube とかで、たまに見る。YouTube 好きね。だって YouTube 大好き。 YouTube でめっちゃ見る。メール送ってから30分ぐらい。ネモハモのダンスすごかった。だってうまい。 Thank you。でもなんかしばらく踊ってないからさ、踊れるかな。もう
37万回再生。え、すごい、めちゃすごいじゃん。皆さんもぜひあの動画見て、あのダンス踊れるようになったらぜひ一緒に踊りましょう。10位筋肉愛好家、11位日野と、10位りょうりょう、9位りゅうすけ、8位マーアットおだし、7位ひとくまさとる、6位ジャンアット群馬におだし、5位ボマ、4位みやちゃん、3位プロスペクト、2位ウエリ、そして1位はカンタアットカンカーン。ありがとうございます。では皆さん、本日の配信も見てくれてありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。